田戸山から望む伊比川と長良川の堤防にある千本、松原木曽み川公園センターの展望タワーから望む長良川と伊比川との分流堤にある千本、松原松林の北端にある地水神社千本松原周辺の空中写真、国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに作成。2009年4月撮影の12枚を合成作成。 千本松原は岐阜県海津市海津町湯島にある松が植えられた堤防。基礎山線の三河分流工事に伴い、分流堤に約千本の松が植えられた。油島千本松締め切り包みともいい、1940年7月12日に国の史跡に指定された岐阜県の千本松原県立自然公園である。江戸時代に幕府の命令で、 薩摩藩が工事に当たった死傷者が多数出た南工事で、この時工事を監督した薩摩藩士、平田幸恵も観光後切腹した。松の木は当時九州から取り寄せた日向松とされる。川口側の南端に薩摩藩士の慰霊と法歴治水の異業を記念する法歴治水碑がある。上流川北端に1937年に平田幸恵聖タスクを祭人として、 地水神社が祀られた。宝歴地水の物語は、岸武雄著、千本松原に小説としてまとめられ、1992年に、千本松原川と生きる少年たちとして、アニメ映画化もされている。海津市で、宝歴地水史跡保存会を運営している。薩摩藩主の業績を称え、1971年、岐阜、鹿児島姉妹県名役を、締結。 1991年、明約20周年に、海津市の南農関ヶ原線に、海口図を植樹、薩摩海口図街道と名付けられた。近年、松食い虫による被害が増加、その名に反して、松の本数が千本を下回った。このため、2003年より、鹿児島県の林業関係者らで作る松原、再生支援実行委員会が支援を行い、2006年まで4年間に、 渡り松食い虫に強い黒松品種スーパークリーン、薩摩の苗延べ200本と防除用薬剤代などを宝暦地水質保存会に寄贈し、岐阜、鹿児島両県の小学生と共に記念食事を行った。ありがとうございます。